がんっていうのはそのかかってしまったらもうすごい苦しくて治らないような病気なのかなって思ってたんです。特別な人にしかできないものかと思ってたんです。2人に1人ががんになるっていうのを聞いて驚きました。がんについてもっと理解するべきだなと思いました。はじめまして、私は長谷川和夫と言います。妻と子供が2人います。そして今ですね、私は肺がんという病気にかかっています。がんという病気を知ってほしいですし、そしてもし自分自身がかかったら、もし大切な人ががんにかかったらどう考えていけばいいのか、そんなことをね、伝えたいと思います。高校生に見てもらいたいです。認識を私みたいに変えれたらなって思います。まずそうですね、この学校の生徒の皆さんには絶対見てもらいたいです。ここから広まっていったらいいかなと、がんに対してのイメージがだいぶ変わるのかなと思います。この漫画を見て、なんかこんな風に寄り添える温かい感じになりたいなと思いました。